候補者共産党のみ定数1の藤見市議補選で無投票当選ということでですね、こちらについて触れていきたいと思います。はい、あのちょっとですね、まあ、今週の選挙で、まあ、衝撃のです、ね、ニュースが、まあ、昨日飛び込んできまして、まあ、共産党の、まあ、候補者が、 まあ無投票でね、まあ、当選することもあるんですけども、まあ、定数のうち1人しか受かんない選挙で、まあ、共産党しか出ていなくてそれで受かるっていうのは、まあ、超珍しいというか。こんな ケースあんのかなみたいなところが気になったりしたのでじゃちょっと過去にですね、まあ、定数1で共産党の候補者しか出ていなくて無投票当選になったケースがあるのかどうか調べましたはいそちらもですね、えー、ちょっと触れていきたいなと思っておりますはいじゃあまずねなんでこんなことになったのかと言いますとはいあのー、今週でえっ、ー、とまずえっ、ー、と藤見市長選挙っていうのが、えー、行われておりますと。 で、えー、星野光弘さんっていうまずね、えーと、現職が出ておりまして、自民党、公明党、連合、埼玉推薦の、えー、方が出ておりまして、えー、そして対するは小川匠さんっていう、えー、と前回の藤見市議選で、まあ、実際、共産党の公認候補として、えー、当選している方になっております。でこの方が今回、えー、藤見市長選挙の方に出られてきましたとで、みんなで作るみんなの街っていうですね、えー、海洋、市民の声が届く姿勢にてところで、まあ、実際、 現職 VS、まあ、共産系の小川拓さんというですね、えー、その1対1の構図になっておりますと。 でこの小川匠さんの穴を埋めるための、えー、選挙っていうのが今回ね、富士見市議選で行われるんですけども、で普通だったらね、この市議補選のところに、まい、あ、ったら保守系の方が出てきたりとか、まあ、完全無所属の方とかね、出てきてもおかしくないのかなっていうふうには、えー、思います。埼玉県の富士見市といえば、まあ、人口もね、まあ、10万人クラスのこの自治体になりますので、例えばね、例えば村議選とかだったら、まだね、このちょっとなり手不足みたいな形で、まあ無投票当選連発している よううよなももあっったたりりすすするるんんででまかけどもこう市議選でね低数値で共産党しか出てないの何でですかみたいなとこが、えー、ちょっとね気になったりするんですけどもえその中でこの富士見市のですねあのー、伊勢田さんっていうあのー、市議の方がですねこっちらツイートされておりますと。で、えー、市議補選は無投票に決まりました。 定数1名に共産党1名のみえ、今回市民の皆様に選択肢を示しできず、結果無投票になってしまったのは団長の思いです。というですね。ツイートされていてで、さらにそこにねぶら下がる形で、共産党市議が市長選に急に出てきたことによる欠員である意味、急に仕掛けてきた見事なまでの作戦勝ちでした。っていう風にですね、えー、ツイートされておりまして、だか小川匠さんがですね。まあ、選挙の直前に出てきたことによってえ、他の方が準備できず。こう無投票 投票にななったんじゃないかみたいな、えー、見方もねされているわけなんですけどもでただ、えー、と僕がですねちょっとこの確認したところ、えー、今月の 6月の、えっと、28日時点で、ま、39歳の、ま、共産党の議員がこの小選に出ますよというです、ね、えツイートもされている方がいらっしゃるんで一応20日以上はこの市議補選に準備する時間はあったんじゃないかなというふうには、えー、思っているんで、ま、なので、ま、どれだけこの準備期間みたいなところも、ねえー、本当に直前に例えば選挙の、ね、告示日にきれい出てきたという、ね、そういった形ではなくあくまでも6月の時点では、えー、もう出る動きは見せていたというような。 そんな中で参議院議員の伊藤岳さんですね、この方に関しては、2019年の参院選の埼玉選挙、これ定数4なんですけども、埼玉は、ね、定数3から4に広がりまして、その時に共産党がですね4番手で滑り込んで当選されたというような形になっております。2022年の参院選埼玉選挙区に関しては、ここはですね上田清志さんというですね元埼玉知事とかも出られたりもしていたんで、まあ、自民、 公明、そして立憲民主、上田清さんが受かるみたいな、えー、形でしたと。はいで、この、まあ、伊藤岳さんのところは、ね、次、おそらく維新とかなり争ってくるんじゃないかなって思ったりするんですけども、えー、その、えー、埼玉県で当選した伊藤岳さんが、富士見市議政選は鈴木悦子さん、公営プールを安心できる介護をですとあのツイートされておりまして、えー、一応、ですね、えー、と無投票当選ではあるんですけども、えー、初日に関しては、えー、活動の方もされておりましたっていうような、えー、そんな状況でございます。はい でまあ今回のですねあの藤、ー、見市長選に関してはこの星野光博さん VS 小川卓さんになっているんですけどもで一応この小川卓さん僕ねえっと藤見市議選に、えー、行った時に選挙ポスターの写真とかを撮っていたのでちょっとね共有したいなと思いますはいえ三十六歳二児の父ということでまあだからね当時で選挙に出てた時は菅政権に審判を追ってですねえー、菅義偉さんがまだ、あ、総理の時に、えー、市議選が行われておりますでこの小川卓さんが辞めてっていう状況なんですけどもえー、ワクチン PCR 拡充、コロナ災害に立ち向かうえ学校給食を無料にえ、国庫介護の負担を軽くって、でこれ同じフォーマットで若干違う内容ですね、えー、寺田亮さんという方だったりとか、えー、そしてですね、えー、川端克広さん、そして、えー、木村邦則さん、一応4名ね、当選していて、えー、なので議席自体は共産党は今回失っていないというような、えー、状況になっております。前回の こちらですね、藤見市長選挙の選挙ポスターになるんですけども、えー、こちらに関してはねコロナに負けないみたいな対策、えー、支援対策推進中という、こういったね、まあ、コロナってところが藤、まあ、見とかでもねかなり選挙ポスターに使われていた時期でございました。で、今回に関してはちょっとどうなるんでしょうかみたいな、えー、ところなんですけども、で実際ですね、ちょっと過去、えー、調べたんですけども、えー、過去定数1、えー、これでしかもそ、えー、長野県の 村議補選、ここでえ共産党の公認候補が無投票当選した例見つけました。はい これですね一応、ですねあの共産党さんが、まあ、結構、ですね、まあ、赤旗とかあったりとか、まあ、ホームページとかね各都道府県ごとに持ってたりするんで、まあ、そこでね、あのー、検索していくと見つけることができたんですけども、も JCP 長野さんのです、ね、え栄村議会議員補欠選挙定数1で、党公認、鈴木俊彦候補が無投票当選、党議席1から2議席へ倍増ってところでえ、長野の。 補選でたりました、はいえー、出発式に60名参加されてるみたいなね、えー、そういった記事なども出ていたんですけども、でちなみにこの鈴木俊子さんは、その後の高江孫義泉の本選で、えー、落選してしまいましたみたいな、えー、そんな感じでございます。で、他はですね、ちょっとなかなか見つけることはできなかったんですけども、ただ共産党さんが、えー、と無投票当選してる事例自体はめちゃくちゃありますと。 はい、例えば、統一地方選挙の時にも、まあ、共産党さんの方でです、ね、結構まとめられておりまして、えー、例えば、えー、去年の統一地方選挙の、えー不まあ、都道府県議会議員選挙、そして政令市議会議員選挙では、えー、7名が、えー、無投票で当選されましたと、えー、長野県の,この岡谷市だったりとか、山梨県の甲府市、えー、南アルプス市、で京都府。 ね、京都市の2つの選挙区、そして広島県の福山市、浜松市の、えー、天竜区、このは、ね、浜松の市議選ですね、こういったところで、えー、当選したという、えー、例が出てたりとか、えー、そしてですね、えー、統一地方選の14市議選ですね、はい、えー、こちらで、えー、共産党は20名の方が無投票当選されたという例が出たりとか、そしてねやはりちょっとなり手不足の町村議会議員選挙、こちらでは統一地方選 中は77名が、えー、共産党の候補が無投票当選しましたっていうまあ、そういったね、えー、例などありましたとはいまあ、こういった形で、まあ、本当にな、ね、り手不足は、えー、深刻だなというふうに思いますしまあ、共産党の方もかなり無投票当選されているとでちなみにね一応共産党の方で人区例,例えば市議補選とかで、まあ、1人区だったとしても、えー、全然共産党の方が保守系の方に勝ったりとかする事例は、えー、めちゃくちゃあります。はい まあな,んならね衆議院選挙、沖縄一区は共産党のね赤嶺政権さん、普通に小選挙区で勝ったりとかもしますからね、まあそんな状況だったりもするんですけども、えー、そして、ですねこの富士見市といえば、ですねまああのー、今回、都知事選で話題になりました、まあ、こう未来党のね石川真一郎さん、この方がもともと富士見市の市議会議員をやっていて、もともと公明党で活動していたんですけども。 まあ、あの公明党を辞められて、その後 N 国とか、えー、出たりとかもね、国政選挙出たりして、今、未来党で、えー、やっていると、結構 YouTube とか登録者いる方なんですけども、まあ、この石川慎一郎さんがもともとね、この藤見市議とかをやっていたっていうような、えー、形になっております。だからこれね、あの田中角栄の、えー、実の娘かもしれないというのをね、栃木選中に訴えられていた後者、えー、ですね。木、えー、宮美月さんがね、後者なんですけども、本人は、えー、まさかですね、えー、私が田中角栄の娘、 みたいなところを急に演説で言われると思っていなかったみたいなところ。これ石川慎二郎さん勝手に言ってたっていう。えそんな形でございます。で、今傘さしてるんですけども、これあのー、 地上降りると傘さしてないですからね、君谷さん。<laughs> これ、演説中のキャラ付けで傘さしてるだけで、このひまわりみたいなね、えー、傘さしてるだけで、普段は傘さしていない方になっておりますから、はい。まあそんな形で、えー、ちょっとですね、今日は本当に、まあ、短いんですけどもあの、ちょっとね、石川慎一郎さんとか入れても正直に、えー、8分以上の動画にしました。はい。<laughs> 多分関係ない石川慎一郎さんとか入れたんですけどもね、はい。まあそんな形で、まあ,あのこういったね、かなり共産党の中で無投票当選定数値でするっていう、ちょっと珍しいレアケースが あったのでちょっとそちらについてね触れさせていただきましたなので都知事選が終わるとまあ、こういったねあのー、メイントピックみたいなのがだんだんなくなってきますのでちょっとニッチなお話とかもしていきたいなと思っておりますでもしね共産党さんでこう定数1でえ無投票当選した他の実際の選挙の例ありましたらえコメント欄に教えていただければ嬉しいですぜひチャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いいたしますありがとうございました